皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。先日ロレックスの新作2020年モデルサブマリーナとオイスターパーペチュアルですね、そちらの実勢価格の速報という形で動画をお送りさせていただいたんですけれども、そちらに寄せていただいたコメント、もしくはですね、他の動画にコメントを寄せられた方の中からすでに正規店でご購入されている方がいるということで、非常に喜ばしいことでございます。ご購入された方おめでとうございます。ここからですね、どのように価格が変わっていくのか非常に気になるところでございます。それも追いつつですね、今回新作とは関係ないところも値段がきっと変わってくるだろうというところで、そこも追いつつですよね。これからしばらくロレックス目が離せない時期が続くかと思います。はい、ということで本日は買取価格動画でございます。ブランド時計を売却する際気になる買取相場、本日はロレックスデイトナの価格ですね、チェックしていきたいと思います。今回お伝えするのはこちらの7モデル、現行モデルが6本に旧作が1本。この動画では相場を俯瞰するため3つのデータに触れていきます。メーカー定価、価格コム掲載の新品実勢価格、旧作は楽天と時計マーの中古価格でお送りしていきます。そして弊社独自調査の買取価格、これらで見てまいります。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、ではまずは1本目ですね。2016年にモデルチェンジされた最新型のデイトナー。それまでステンレス製だったベゼルがブラックセラミックに変更されて、グッとスポーティーな印象に生まれ変わりました。ブラックとホワイトがありますが、相場が大きく異なるため分けてお伝えしていきます。まずはホワイトからですね。メーカーサイト掲載の定価は138万7100円、対して現在の価格コム新品実勢価格は302万6000円から322万8000円です。価格推移5月初めを底に、そこから値上がりが続いております。平均ラインで40万円以上の値上がりです。続いて弊社独自調査の買取価格、全体相場。現在の買取相場、179万3000円から286万円、中点値は232万6500円。メーカー定価からの換金率は 129.3% から 206.2% です。前回調査6月なんですけれども、そこから最高値は6万円のアップ、最安値は維持という結果です。続いて価格トレンドの詳細確認するため、サイトごとの価格変化がどうなっているのか確認してみます。こちらは買取価格の高値側と安値側、各3サイトの前回からの動きをまとめたものです。データ数不足している場合は上下爪にて記載しております。高値安値ともに全て上昇という結果ですね。価格トレンドは値上がり傾向と見ていいでしょう。続いて同モデルのブラック文字盤。メーカーサイト掲載の定価は白と同じく138万7100円、対して現在の新品実勢価格284万5000円から295万8000円です。価格推移こちらも5月以降値上がり中、平均ラインで30万円以上の値上がりです。続いて弊社独自調査の買取価格、全体相場。現在の買取価格167万3000円から270万円、中点値は218万6500円ですね。メーカー定価からの換金率は 120.6% から 194.7%、前回6月の調査から最高値は15万円のアップ、最安値は約10万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。ホワイト文字盤同様、ブラック文字盤の方も全て上昇ですね。価格トレンドは値上がり傾向となっております。続いて旧作の SS デイトナー、2000年に登場し約17年間製造された先代モデルです。現行モデルとの大きな違いはベゼルもステンレス製であるということ。こちら廃盤モデルなので販売価格は中古にてお送りしていきます。現在の販売価格192万2800円から467万600円です。流通個体数220本以上と非常に豊富ですね。製造年式によって価格が大きく異なるというのはこのモデルの特徴です。続いて弊社独自調査の買取価格、全体相場。
現在の買取相場120万9000円から237万5000円。中点値は179万2000円。換金率は中古販売の最高値から出しております。25.9% から 50.8% なんですが、まあこれはあまり参考にはなりませんね。前回6月の調査より最高値約8万円アップしております。最安値は維持状態です。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。高値の方上昇維持上昇、安値の方は前回データなしと維持。価格トレンドは維持から上昇という結果です。続いてイエローゴールドとステンレスチールのコンビモデル。販売価格はブラック文字盤の方で見ていきます。メーカーサイト掲載の定価は184万2500円。対して現在の価格コム新品実勢価格は237万9900円から240万円です。価格推移7月以降は値上がりですね。平均ラインで約25万円の値上がりです。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場。現在の買取相場127万5000円から210万円。中点値は168万7500円。メーカー定価からの換金率は 69.2% から 114% です。前回3月の調査から最高値は10万円のアップ、最安値は約30万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。確認していきます。高値の方上昇上昇、前回データなし、安値の方は全て上昇ですね。価格トレンドは上昇傾向。続いてエバーローズゴールドのケースにオイスターフレックスラバーベルトを組み合わせたバリエーション。販売価格はチョコレート文字盤のもので見ていきます。メーカーサイト掲載の定価は税込みで314万500円。対して現在の価格コム新品実勢価格は438万円から459万9900円です。価格推移直近3ヶ月は値上がり中ですね。平均ラインで50万円以上の値上がりです。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場。現在の買取相場240万円から395万円。中点値は317万5000円。メーカー定価からの換金率は 76.4% から 125.8% です。前回調査は約1年前ですね。そこからの値動き、最高値は60万円以上、最安値は80万円以上のアップです。続いてサイトごとの価格変化見ていきます。高値の方は上昇と前回データなし、安値の方は前回データなし上昇上昇。価格トレンドは上昇と見て良さそうですね。続いてイエローゴールドケースとオイスターフレックスを組み合わせたバリエーション。販売価格はシャンパンとブラックのツートンカラー文字盤で見ていきます。メーカーサイト掲載の定価は税込みで300万7400円。対して現在の価格コム新品実勢価格は416万9000円から449万9900円です。価格推移5月に一度落ちていますが、その後また値上がりに転じております。平均ラインで50万円以上の値上がりです。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場。現在の買取相場258万円から371万円。中点値は314万5000円。メーカー定価からの換金率は 85.8% から 123.4% です。前回3月の調査から最高値は約20万円アップ、最安値は約70万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。高値の方前回データなし上昇上昇、安値の方は前回データなしが2つと上昇。価格トレンドは上昇と見ていいでしょう。続いてホワイトゴールドケースとオイスターフレックスを組み合わせたバリエーション。メーカーサイト掲載の定価は税込みで314万500円。対して現在の価格コム新品実勢価格は432万3000円から443万3000円です。価格推移直近3ヶ月は値上がり傾向。平均ラインで50万円以上の値上がりです。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場。現在の買取相場276万円から385万円。中点値は330万5000円。メーカー定価からの換金率は 87.9% から 122.6% です。前回3月の調査から最高値は45万円のアップ、最安値は約70万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化確認してみます。
高値の方前回データなし、上昇上昇、安値の方は全て前回データなし。価格トレンドは上昇傾向か。新しいモデルなので今回新たにデータが見られたところが複数ありました。以上、ロレックスデイトナの買取相場について2020年9月までのデータでお届けしました。デイトナ相変わらず値上がりが続いていますね。新しいサブマリーナシリーズが登場して、そちらにどのくらいの需要が傾くのか、ここが見ものなんですが、新しいサブマリーナグリーンですと初期高値というのもあって300万円を超えている価格で売られています。つまり SS デイトナと価格帯が同じなんですよね。さて、これがどっちに働くのか。サブマリーナに追いつかれてしまったことでデイトナはさらなる値上がりとなるのか、はたまた追いついてしまったサブマリーナが天井に頭打つ形で値下がりするのか、ここから数ヶ月見逃せない展開が続くと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。